領土領海についてですが、ここ近年摩擦が激しくなっている尖閣諸島、そして竹島、北方領土の問題もあります。もちろん日本の国土主権、これを守り抜いていくことは当然のことです。しかしそこに激しい摩擦、これを起こしてはならないと考えます。これから TPP 交渉参加、これが始まっていますが、アジア太平洋、この経済の連携を強めていく。中国は一方で軍事力を背景に自国の利益ばかりを主張する段階にとどまっています。経済の連携でも中国を一定のアジアの経済、この規律を日本がリーダーシップを取って作っていく。その中に、その規律のもとに中国を迎え入れていく。こういうことも一方では必要なのではないでしょうか。日本の安全保障、これを考えるにあたっては、もちろん日米基軸、米国との協力関係、これを堅持していかなくてはならないと考えます。しかし軍事力だけに頼った日本の領土主権、これを守り抜くことは困難だと考えます。やはり日本は経済で、その経済力でアジア、そして世界のリーダーシップを取り、日本の存在価値を示していかなくてはならないと考えます。中国はこれから日本以上の少子高齢化を迎えていきます。国内での不満、経済の衰退といいますか、経済の成長の減速、これによる国民の不満を和らげるために、外に注意を向けさせてくる、そういう状況にもなりかねません。日本は自分たちの領土を守り抜く、その決意を持って日米との協力関係、そしてアジア、世界での経済でのリーダーシップ、これを取っていかなくてはならないと考えます。これこそが日本の安全、安心、領土、これを守り抜いていく、これに他ならないと私は考えています。みんなの党は日米基軸中心、そして成長する経済、これをもとに日本を守り続けてまいります。将来的には憲法の第9条第1項、これは平和憲法を維持する、ここを変える必要はありません。しかし第2項、集団的安全保障の問題、これについては議論をしていくべきだと考えています。